at AGDQ always hike on. それでは、次の、ゲームの方の準備をさせていただきます。Remind me to have you teach me the Pepsi Man run sometime. That'd be fun. We've got some people weighing in early on the ultimate bid war for Super Metroid. It's going to be a reverse boss order run later this week, but here comes $250 from RC Bandit. They say, kill the animals! Now they have me extremely curious. Let's check in on the status of that bid. What do you think?I have a $25 donation here from Will Z, who says, awesome work y'all are doing. Keep it up. Thank you, Will. Einris donated $250. No comment with that, but just wanted to recognize it. Thank you, Einris. And also, Neat197 donated $256. Whoa, get one-upped, Einris. That's $6 more. I'm sorry, I couldn't resist. Neat197 donated $256. That was also with no comment.Thank you all very much for your generosity. You know, large or small, we appreciate every donation here. All right, let's do one of my favorite activities. It's called check the average donation amount. Here we go. Average donation right now is only $41.03. So for everyone out there donating 250 plus, there's plenty of you out there throwing us $5, $10, and we need those donations too. Thank you so much. Regardless of how much or how little you can give,Just getting in early and getting in often with whatever you've got budgeted for charity is much appreciated, and that's what we're here for. So just wanted to say that. Thank you so much. Teros donated $50, helping remind us why we're all here. He said, I hope I can make it to the stream this time. Last year at AGDQ, both my dad and I were getting cancer treatment.This year, we're both going strong and off of the meds. Keep up the good work. Thank you, Teros, for sharing that. はい、というわけで。続いてのゲームは、キャットバード、そのままの意味でやると猫鳥で、カテゴリーもちょっと変わってて、20% のオールワーズ、なんか単語があるのかな、それを全部取ることになりそうですね。はい、こんばんは。これ恐ろしく早い RT、 俺じゃなくて今日見逃したよね。はい、見逃した方にもね、しっかりとビデオは出てきますので、ね、お待ちください。何ゲー、そうですね、何ゲーなのかもちょっと気になりますけどね。はい、まあ引き続き、まあいろいろとゲームが出てきます。And of course, as I mentioned, ran on iPad. First time announcing for an iPad platform game. I don't know if there's anything. もう少ししたら多分お仕事を、まあ仕事始めの方々も終わって、まあ戻ってくる方もいらっしゃると思いますんでね。まあ皆様、
仲良く見ましょうというのが私の一応のモットーでございます。あとなんかめちゃくちゃ風邪流行ってるそうなので、皆さんも本当気をつけてください。インフルエンザとか、今からむしろ仕事、あ、お疲れ様です。本当あの年末年始働いてた方とかもいらっしゃると思うんで、本当皆さんもお疲れ様です。そうですね、日本じゃあまり見ないゲームが多いですね、まあ、RTN Japan とはまたそこが違うところですよね。海外のイベントなので、まあ見ないゲーム多いね。手洗いうがい、あとは適度な塩分補給が大切。確かにそうですね。アンケが寄付で投票なんかな。そうですね、選択肢があって、例えば、まあ、助ける助けないっていう選択肢があったとしたら、それを寄付額で決めるっていう。寄付額が、助けるが多かったら助けますし、助けないが多かったら助けない。見捨てるっていう。で、まあ、他にもキャラクターの名前を決めるとか、使用するキャラクターを、決めるとか、そういう寄付もありますからね。まあ、本当そういうのに参加できるようになったら楽しかったと思いますね。はい、公共の騎士団、石団ですからね、それはね。はい。はい、ただ、まあ、2分50秒ほどで終わりました、先ほどのゲームは。こっちは深夜の2時だから、めっちゃ自由に見ても。はい。コミケ行ったら風邪ひきました。まあ、太くて多数の人が非常に多いですからね。RTA in Japan 参加した方でも、とか、現地行った人も結構風邪ひいてる方も多いっていう、なんかタイムラインを見ました。メトロイド動物、頭が、ウイルスを作って、ありましたね。ウイルスを作って拡大させるゲーム、私も持ってます。やらずに積んでます。はい。キングズアニマルズ。かわいそうなのでね。キスして助けないっていう選択肢に冷静になっていると思うし。そうですね。現地で見たい人は RTA in Japan に行ってどうぞ。ただ、傭兵団じゃねえか。まあまあ、そうですね。ただの傭兵ですからね。外国物騒だから、そう、いや、そんなことはないですよ。プラグ INC。そうです。プラグインク。結構なんだろう、アイコン怖いんですよね。サイコパス複合。コミケや病気でも平気できちゃうのがいるんで、特に対策しないといけない。まあ、自分が病気になってても、こう、ね、行きたいっていう人もいるし、まあ、そこら辺は、やっぱり、まあ、エチケットとかは、非常に、まあ、大切なのかなって思いますね。特に不特定多数が行く場所は、本当、お気をつけください。今回2000ドルの寄付はあったような気がする。あれ2000ドルでいいんですよね。確か2000ドルポンという寄付はあったような気がしますね。ね、一番多分皆様まあ、今回初めて見てる人とかは、あれですけど、キノピオにすごい金額が入ったっていうのがありますけど、キノピオだっけ？あれは。確か、すごい寄付が入って、いきなりキノピオになったとかね、主要キャラクターが。そう。みんなね、石油王が最終日近くに本気出してくれとか、こう。そこでという、そこで、そのキャラクターが選択されるんですかっていうのもありますからね。あれは印象にかなり強いんじゃないですかね。SGGQ の時。スパイダーマン、自分も全部見てるわけじゃないからわからないんだよな。スパイダーマンはあったっけ？知らないです。ラストステージ前でピオノ、そうですね。10万ドルポンって。あれはすごかった。スーパーマン、そう、スーパーマン64にね、お金払って見るっていうのがね、ありましたね。確かにね。あれでセットアップブロックだっけ？確かそんなもんでありましたね。解説の方も大変だったっていうね。すごい、なかなか手に入らないゲームで。まあ、興味がある方は、スーパーマン64で、ビデオを検索していただければいいかなと思います。もしくは、実際に買ってみてやってください。スーパーマン64を。そう、
会場は、ああ、まあ今深夜ですからね、向こう側。それは寒いでしょ。だって深夜4時前ですからね。だから多分寒いと思いますよ。お、始まりそうですね。あ、すごいなんか可愛らしい絵が出てますね。キャットバード。So we can get started. So the first thing we need is the bid war for which cat we're playing as. You got it. The winner was the white cat bird. All right. This is acceptable. Select は These are the three. Normal. I was hoping for the gold. The gold tilts them really hard. All right. So we're ready to start, I guess? Yeah, さすがに大丈夫でしょ。 3, 2, 1, go. 始まりました。Good luck.So, this is Catbird. This is a platformer for iOS and Android. It's free to play. あ、本当だ、iPad だ。これアプリゲーなんだ。あ、猫鳥だから、なるほど。猫と鳥じゃなくて、猫鳥なの。猫は普通。え、猫って普通飛ぶの？いやいや、飛ばないじゃん。あ、あ、これしかも死んだらやり直しなんだ。結構攻めてるところで。で、スイッチを押すと。あ、死んだ回数は左上に記載されてるみたいですね。2回今死んだんで、ドクロマークが2つになってる。So that's a tight cycle there, making it over that spike, and then you can just fit the gap there. 今の人の前に取る猫とかいない。そうなんだ。うちの猫もよく飛んで、チェーンソーにかかって大変。いや、今時の猫ってそうなんだ。すいません、ちょっと私、自分の概念とちょっと違う。違いますね。まあ、そもそも私、マウスというネズミのアカウントなんで、あんま猫とかね、怖いから姿を見たら逃げちゃうので。これ本当翼が入ってんのこれ。I'm a pioneer. A trailblazer, one might say. ああ、確かに。奏者さんが一番。あ、certainly someone here. They say, hey there, mister. So excited to finally see a cat bird run at 8. ああ、多分、それが多分今回のオールワードっていうやつじゃないですかね。多分。なんか、集めるっぽいことは書かれてたので。Yeah, I mean, the lack of cat-based mobile games before was frankly appalling. あ、王冠みたいのもありますね。So that death that I took at the beginning of that stage was actually intentional. Does someone want to explain? うちの猫も家に入れといたらいつの間にか外にいるから壁抜けしてる。ああ、なるほど。つまり猫は RTA 奏者だったと。最近の猫ってすごいですね。それはネズミなんて捕獲されますよ。あ、オールワードじゃなくて、オールワード。はい、失礼しました。はい、本当ですね。全ステージクリアですね。はい、大変失礼いたしました。はい。大変失礼いたしました。英語がガバガバなのがすごいバレてしまうっていうことで。ああ、鍵を取って上に行くのかな。そんなことはない。あ、鍵が、あ、鍵を取ると全部の鍵を取るとあそこが解除されるのか。解説猫という最初案件です。何を私は最初猫と和解する。そうですね。猫と和解できればいいですけどね。
猫と若い、むしろ猫は許さない。猫からしたらネズミはおもちゃじゃないですかね。There's a very difficult strat you could try in this level where you could land on these spikes. I'm not gonna go for it because it's very difficult. But there's two pixels. 私は RTA あの走者じゃないので。走れとは言われる。走れ、何走るんですかと言われるけど、私は走者じゃないので。Because I'm a coward. そうですね。さすがに悪いことは起きないんじゃないですかね。こんな感じの見た目のゲームだけど、ミスしたときに血液描写とかはないので、いや、あったら多分 iPhone のあれ、あの、Apple Store に登録されないんじゃないですかね。ゆとりさんが仕返しと言わんばかりにこう煽ってくるな。キャットバードオールワールド。ワールド、ワールドっす。ワールド。平和なゲーム、そうっすね。すごいなんかこうあの FX でお金溶かしたような顔のやつが落ち下に落ちていきましたね。あ、アイワンあるんだ。へえ。耳の付け根がこまり眉みたいな。確かに。クッパが落ちたな。やっぱそうだよね。FX で溶かしそうな顔してるよね。Very, very dangerous. This stage I will try and get the fast cycle. I just need to do all these platforms perfectly, I guess. 真面目にやっても 2% って言われるの。I will just press the right buttons in the まあ言われるん。いや、わかん、あの、ただ単純に序盤だから、あの、わかんないだけであって、もしかしたら何かこう悪いことをいきなりし始める可能性もなきにしもあらずなので。あ、そうなんだ。2% の条件はとにかくクリアだから、バグの有無は関係ない。すいませんね、私、あの、走者じゃない、あの、RTA 全然わからないので。もうですね、非常に、あの、かわいいキャラクターの、まあ、結構万人受けしそうなゲームですけどね。So I'm gonna try and jump over this bullet without stopping pushing this box, just like that. It's called a flutter shove when you're pushing the box while falling. You're usually not supposed to die afterwards, but you know.勘違いをしてる、勘違いをしてる、こうね、運営が勘違いしてる。もう私、協力者ですけど。そうですね、見た目にこう、つられて、まあちょっと子供には難しいゲームなんじゃないのかな。だけどどうだろう。最近だってプロゲーマーで、あの、フォートナイトのプロゲーマーで、小学生とかいませんでしたっけ。むしろ子供の方がゲームうまいのがワンチャンあるんじゃないですか。グリッチャー読めます。はい。大丈夫です。むしろネズミは許されない、ね。あ、スプラトゥーンか。ごめんなさい。フォートナイトじゃなくてスプラか。失礼しました。あ、14歳が世界最強。失礼いたしました。9歳で囲碁プロも生まれるし、そうですね。そう、年取るとだんだんこう反射神経がっていう話はありますからね。The top result in Twitch. Now Catbird. I need to get a screenshot of this. Oh yeah, that's always the time. Oh, it has no screen. It's just like a question mark. Yeah. Still. Oh jeez. Okay. Tokyo の話は NG。そうですね。これスマートフォンのゲームですね。はい、私もちょっとスマートフォンのゲームが出てくるとは今知りました。っていうかコメントも読んで知りました。あ、GDK 史上初なんだ。So this is another stage where you could actually intentionally die to save a cycle, but
I just made the cycle without dying, which is a little bit quicker. Also, fun fact, these spikes don't exist. Whee! How that works is, it's sort of like spike jumping in Celeste, if you're familiar with that. As long as you're moving away from the spikes, they don't hit you, so you can sort of come at them from above and jump, like, downwards through them. But if you jump upwards into them, you die. Game やる時間が長い分、うまくなっていく。余地はあると。確かにそうですね。初めて、そうですね。私も初めて知りました。キャットバードっていう、猫鳥。空を飛ぶ猫。私は空を飛ぶ猫初めてでしたけどね。ドドドコン、そうですね。トゲゾみたいなのが。3ボタンしかない。左、右、上。のまあ、3つっぽいですね。Alright, so there's a small skip I can do at the end of this level. There's a cycle that I can make, but it's pretty dangerous. ホームアローンに通じるのは確かにそうですね。いやだってね、ステージの序盤からいきなりこう、トゲうんぬんじゃなくて、あれだったもんね。チェーンソーが襲ってくんだもんね。お尻から虹を出して空を走る。へえ、そんな猫いるんだ。知らなかった。いや、完全殺しにかかってるでしょ。そんなさっくり。すげえ。いや、マジ。てか、これ何ステージあるの？どっかで見たような敵だけど、まあ。So what made you get into playing Catbird? I was just looking for games that I could play on my tablet, and then this was actually the most popular game on speedrun.com, so I picked it up. そう、ステージ。And now you're the world champion of Catbird. That's true. Well, not with this run, but... ステージが本当わかんない。てか、上に書いてある左側は、まあ、死亡回数なんでしょうけど、真ん中に書いてあるのは何なんだろう。ホップストップって書いてあるけど。あ、これがあれか。もしかしたら、ステージの名前なのかな。なんか上から降ってきた。Is he dropping a bomb bomb on him? That's what hitting the switches is doing, yeah.Oh geez. Yeah, he got the 8th attack off, unfortunate, but. Ah, これが Not too bad. 多分ステージ名ですね。So now we move into. モスも結構可愛い。まあ、どっかでなんか見たことがあるような感じのやつも。This is, in my opinion, the easiest world. 雰囲気の敵とかボスとかもいますけど。Very simple mechanic. You just hold, jump, and you fly, which is a lot easier than jumping up steps. すごい。ありがとうございます。More difficult than it looks like us. この作者マリオとか洞窟物語とか。なるほど。It does have these squirrel enemies that fire dodgeballs out of their cheeks at you, I guess. And they're rather annoying. 守り階段さんがいるわけ、スワップできる。いやいやいや、それは一部のゲームだけだから、ですからね。If you get off cycle, their attacks are just super sporadic and very deadly. Fun fact, if you land on the squirrel's head, it'll stop it from shooting. This is true.なんかさっきまでパタパタしてて、上に上がることなかったんですけど、今回からなんか上に上がるところがありますね、いくつか。これで iPad のゲームですからね。もう文字回収じゃないんで、すいません、すいません、私がそれは間違ってるんで。あ、風が吹いてるんですね。上昇気流。ワードなんで。ワードじゃねえよ、だから違うっつ。ワールドなんで。オールワールドなんで。なんでこう言い間違えるんだろうな。ここが3つ目のワールド。ウィンだ。オールワールドね。そうですね、疲れてるのかもしれないですね。はい。If we were doing 100%, we'd pick up all the crowns. There's a crown in like slightly more than half the levels, I think. And we're just skipping all of them. Whoa, that was close. iPad ブランチューンズ違う事故。あ、多分それ右上の一時停止ボタンを押せば多分止まるんじゃないですかね。
わーの説明はいらない。いらない。ステージにキャットの文字ブロックが出てきたら反撃開始を。出てきてたっけ、そんな文字。そうですね、回数重ねることになんか自爆しかしてないですよね。ワードはとばないですね、ワールドなので、はい、まあ多分、あ、ワールドが4つあるってよ。I love GDQs and I'm excited about mobile games being added since they are great. Money goes to runner's choice. 1 ワールドの RTA と全ワールド通してのやれる RTA が分かれてるみたいな。ああ、結構分かれてるんですね。Flying felines? Bow to the feline overlords. It's the most deadly predator. There's no escape. It's true. If a catbird did exist, the humans would just be extinct. Like,Cats are already very deadly predators. If a cat had wings, it would just be game over. this is also one of my favorite levels. I just find it very neat how the cycles just work out really nicely. We're gonna grab the key, then Donkey cross 3. All the way back over. Stage の良さが増している。Dog Dog Tower.Tiny optimization, I don't want to hit this trampoline. I want to. Okay, well, I hit it. Because you bonk into the wall there, which wastes a tiny amount of time. But... Yeah, so, this level you literally just hold right the entire time and then just jump appropriately. Get the world record every time. It's great. ちょっとごめんね。ちょっとごめんなさいね。This stage has the final flutter shove in the run, where I'm gonna try and push this box over these spikes. This one's really tricky in the wind. Yeah, I messed it up. That's fine. ああ、これないのか。まあいいか。And now we have an auto scroller. So probably donation time. 無料かどうかちょっと見。あ、次のゲームは Steam で買えるパソコンゲー。へえ、次のゲームある。That is my career in a nutshell. Yeah, right there, just.Like, hey, is there an auto scroller? All right. here's a $25 donation from Ali Crombie who says, if you die, would it be a catastrophe? Huh? it would be. How I get it. They're trying to start it. Wow, これ少し統一した方がいいんじゃないかなと思っちゃうんでな。Oh, sorry, that was two games ago. Sorry, Sex Rex, I forgot you for a second. oh.ちょっとゲームの話から逸れてしまうんですが、飛び込み解説の場合、ディスコードに、このゲームの開発やらせてくださいっていうコメントだけいただければ、応募フォームに記載がなくても大丈夫です。はい。それだけちょっと一言だけ先に使いさせていただきます。見た感じ、奏者がかなり多そう。時飛ばす。ですから奏者いるんだけど。So I'd just like to point out that the bear claws are made of loaves of bread on this boss. Wouldn't they be bear claws as in the paste? かわいいアイコンですね。Perhaps. あ、向こう側は今深夜なので、多分マイナーゲーは多いですね。はい。まあ日本は。So that's the end of the regular game. We have one more bonus world to do, so I have to menu over to it, unlike all the other worlds that just sort of まあ、ゴールデンタイムに近づいてきましたけどね。はい。まあ、ちょっと知らないゲーム、まあ、昼間は知らないゲームが多かったですね。How that works is if you go through a portal and you're touching the ground when you go through the portal, even if the virtual game の RTA、ああ、やるしてるかもしれないです。最初のワールドの RTA は54人。めちゃくちゃ多い。課金で広告が消せるタイプのアプリ。ドキトアも名付けてマイナーブロック。カーホにもマイクがあるおかげするんだけどな。まあコメントで解説していただいても大丈夫ですよ。いやー、また特殊な。
なんかどれが敵なのかどれに当たっていいのかちょっと若干分かりにくいような気がする。VR でバーチャルボーイのゲームです。懐かしすぎる。今やっても世界一桁入れないなんて。アタックモードがあったこのゲーム。RTA 的にはこうするんで、ね、確かにそうですね。人はそこ。いや、中止とか言わないで。Probably read a donation or two again. All right, awesome. Here comes $25 we received. いやなんかすごい、なんかすごい難しくなってきてるけど、うまくクリアしてますね。でもこういうゲームって年齢どのくらい対象で作ってるんだろう。It does look like a bat. I've argued this on many occasions. He pushed me the wrong way.Ideally, you push that box いや、怖っ。More than halfway and the gremlin pushes it in the other direction, but he blocked me. Oh, jeez. You can usually stand there too, but instead I died. All right, and then I have one more comment here that I think will really up the game. Here comes $10 from Amertzi, who says, Since I'm ending my evening on such a perfect game, I'm feline great. Hopefully I don't end up staying up till early meowing watching more.Donation goes to the Chimera incentive. Let's get to it, guys. Puns. Magnificent. Puns of damage, yes. Inflicted on the crowd. 解説がいる気、今回はまだ多い方です。正直、解説入ってきてる方が。まだ多い方ですよ。まだまだ、解説上げてますので、ぜひともね、来ていただければと思います。応募フォームよりも、ディスコードで直接書いていただいた方が、対応は早くなります。はい、対応は非常に早くなります。応募フォームだと、どうしても、そっち側を見てから対応っていう形になっちゃうんで、見てない、誰も見てなかった場合、少し遅れてしまうので、9回死んだ猫。Brutally fast cycles in this world, so it's not too bad from a speedrunning perspective, I suppose. One tiny optimization I'm doing here is I'm jumping right when I'm pushing these boxes off the ledge. ぜひとも開発これできるっていうのがありましたら、ぜひとも、まあ、ディスコードの方に参加していただければと思います。なんでこれを走ろうと思ったかって、やっぱこのゲームが好きだからじゃないですかね。あ、猫は好きだから、あ、確かに猫好きだから走ったっていう可能性はありますね。スケジュールで豆がないのは日本未発売ってことですか？ですね、日本版が見つからなかった場合とか、まあ、未発売じゃなくても、そのタイトルがわからないとか、そういう可能性があるので、はい、日本語タイトルがないっていう場合もあります。ちょっと一概には言えないですね。ちょっと待って。Alright, this stage is there's like the worst squirrel in the game. We have to go really, really fast because you just cannot dodge any of his attacks without parking yourself. So you sort of have to get there before he attacks. So it's the squirrel right there. And we just barely make it past him.That's a squirrel you can land on without ruining your time. That's true. That's the swag point. 自分がさっき確認したのは、Alright, now we just have the final boss. The Battle of Olympus のゲームの解説の方が来てくれてたのは確認したんですけど、他に誰かいた？いらっしゃった。He only has one difficult attack, it's his third attack. It has some randomness to it, so I'll just explain it when it comes up. This attack right here, I'm parking myself in a very particular location. So he fires four bullets and then three bullets. Sometimes he doesn't hit the other order. So you want to find a location that dodges both. And that spot is about like five or six pixels wide, which is pretty wide, but you don't have a ton of time to get into it. Also, all his attacks look exactly the same, so sometimes you just fall asleep because this boss fight's like a minute long, so. I've done that multiple times. All in asleep. Okay. That'll work.
Okay, so time is when I hit the portal at the end of the stage. That's time. はい、タイマーストップになりましたので、記録の方が24分、21秒、21.8 秒という形になりますね。GG でした。Also, its planet is also a cat. That's true. All the planets are cats. This is a lot of echoes of The Little Prince, or at least like the framing of it, which I find amusing. All right. So yeah, just a quick shout out to the mobile speed gaming community. They're pretty great. We race different mobile games every week, so find us on Discord and come join us. Or don't. I mean, I'm not your dad, I guess. これはちょっとなんとかした方がいいなってことは。A lot of fun, and I'm glad to be here. そうだよな。なんとかしなきゃダメだよな。はい、というわけで、キャットバードが終わりました。まあ、結構可愛らしい。GDQ 初となる。まあ、アプリの、ゲームとなっておりましたので、まあ、お楽しみいただけたのでしょうか。で、ち